はい、一木正清水です。今日はですね、杉田総務政務官、杉田水脈議員について話をしていきたいというふうに思うんですが、いや、まあこの人というこの人くらいですね、なんていうか安倍政権の負の遺産というかですね、まあヘイト、カルトの申し子のような感じが私はするんですけども、ついにこの人がですね、過去のさまざまな問題発言を撤回ということで、まあ謝罪撤回という形になっているんですけど、それでも岸田さんはこの人をクビにしないのかと。この人は総務省インターネットを所轄する官庁に政務官としてね、ナンバー3ですよ、いるにもかかわらず、伊藤詩織さんにですね、名誉毀損で負けているというですね、何をやっとるんだというところで、次の辞任ドミノ候補はこの人なんじゃないかなって、まあ秋葉さんもいるけどねっていうところで、佐藤さんと話をしていきたいというふうに思っております。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ついに撤回しましたね、これ表現撤回。まあ、そういうことですね。なかなかね、過去の自分のね、とんでもない発言にね、はい、撤回しなかったんですけども、まあ、今回ね、まあ、内閣の方針としてですね、はい、こうやって撤回せよということで、まあ、撤回するということですね。まあ、そのね、記事を見てみますとですね、はい、まあ、G 通信の記事で、はい、あるんですけども、ちょっと読んでみますとね、はい、杉田水脈総務政務官は2日の参院予算委員会で、過去に、LGBT のカップルについて、生産性がない、と月刊誌に寄稿したことや、チマチョールやアイヌの民族衣装のコスプレおばさん、などとブログに投稿したことに関し、傷ついた方々に謝罪し表現を取り消すと述べ撤回した、というようなね、ことなんですよ。うん、まあ、それでね、はい、ちょっとの、まあ、非常に驚くような発言をね、しているんですけども、これね、まあ、僕はちょっとね、これ前もちょっと紹介したかと思うんですけども、はい、ちょっとツイートをしたんでですね、はい、これ杉田水脈さんというね、どういうね、人なんだっていうね、ことでね、まあ、簡単に分かるツイートなんですけど、はい、まあ、ヘイト杉田を発掘したのは桜井よしこ、桜井から推奨された安倍は素晴らしいと激賞、山口県とは何のつながりもないのに自民党を山口県連に入れ以来、衆院中国比例で選挙の苦労もなく当選を重ねている、すでに3人もの閣僚経験落第者を出した岸田内閣ならではの適材適所政務官というね、ツイートしたんですけども、こんなやつも早くクビにした方が絶対にいいよ、うん、まあ、そういうことなんですよね。まあ、そしてね、このツイートをしたその元の記事がですね、うん、日刊現代だったんですけども、うん、ヘイトの見本市、杉田水脈政務官、うん、薄ら笑いで、デタラメ答弁連発っていうね、うん、ことがあったんですよね。はい、まあ、これはね、11月30日の参議院の参院会で、うん、立憲民主党のね、下村彩香議員ですね、はい、まあ、この人はね、この杉田さんのですね、あまりにひどいこの差別発言ね、うん、これをずっとね、まあ、連発しているわけなんですよ、うんうんうん、でその問題をですね、40分ぐらいは追及したということで、うんうんうん、まあとにかくね、それに対するね、この杉田さんのですね、答弁もひどかったんですよね。いや、ちょっと正直、まあ、私は、うん、怒りを覚えるレベルでしたけどね。ああ、そうですね、バカにするというか、なんかそういうことなんですよ、うん、つまり、まあ、日本社会に、ね、いるこの常識を持った人からすれば、うん、本当にね、怒りを覚えるレベルなんですよ、うんね、この女性差別の問題についてですね、はい、まあ、日本にはね、命に関わるひどい女性差別は存在しないとかですね、まあ、これはね、まあ、ちょっとね、うんうん、表現のしようがないんですけどね、うんうん、まあ、そんなようなことがあってですね、はい、そしてこの問題のね、一番最初に紹介した、うん、このチマチョーリですね、はい、まあ、韓国の人とかですね、うん、まあ、それからまあ北朝鮮であるとか、まあ、朝鮮半島ですね、その民族衣装ですね、はい、女性のね、チマチョーリ、うんうんうん、まあ、日本で言ったらね、この女性が着る着物と同じですよね。それ、とかですね、あとは、まあ、アイヌですね、はい、日本のね、先住民族というかですね、
その民族衣装がありますけども、はい、まあ、それをですね、非常にバカにしてですね、うん、それを着ている人に対してコスプレおばさん、とまで言ってですね、いやひどいね、そういうことなんですよ、うん、これはね驚く、本当に驚くべきね、うんうん、発言なんですけども、それがね、どういう時に言ったかということなんですけども、はい、これはね東京新聞ね、書いてあるんですけども、はい、ちょっと読んでみますとですね、はい、これは杉田さんの方のね、はい、ブログに書いてあったんですけども、うん、杉田さんのブログにねこう書いてあったんですよ、うん、ブログは2016年2月にスイスのジュネーブで開かれ、自身が足を運んだ国連女性差別撤廃委員会が題材だった、目の前に敵がいる、大量の左翼軍団ですと記載、参加したアイヌや在日コリアンをチマチョーリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますと揶揄した。揶揄じゃ、いや、揶揄、揶揄ではない、もうそれは暴言だ、うん、はあ、そうなんですよ。そしてね、さらに、参加団体の、つまり、この杉田さんが参加したですね、うん、この団体ですね、国連のね、これで記者会見を開こうとしたところ、うん、囲まれて拒否された後し、うん、彼らは存在だけで日本国の恥さらしですなどと綴ったというようなねことなんですよ。なんだそれは。うん、でこれね、このブログでね名前を取り上げられたですね、うん、当時参議院議員だった糸数恵子さんとかね、うんうん、まあ、こう言っているんですよ、うん、会場には女性の権利向上を目指して NGO や当事者団体が集まっていた、うん、そうした人々をジッパー一からげに左翼と攻撃し貶めた、うん、とんでもない曲解で今も悔しい、うん、というねことなんですよ。そりゃそうでしょう、うんうん、それからね、札幌アイヌ協会の会員たちと一緒に民族衣装を着て参加した、うん、田原よしこさんという人いるんですけどもね、うんうん、田原涼子さんかな、よしこさんかな、うん、この人はこう言ってるんですよ、はい、ブログの表現は差別やヘイトスピーチじゃなくて何なのか、うん、今もブログが読めることも問題、うん、こうしたアイヌを差別する記事をネタにしてネトウヨはヘイトスピーチを繰り返してきたからだ、うん、というようなね、はい、ことなんですよ。でとにかくね、このアイヌがですね、うん、民族衣装を着ることですね、うん、これはね、もう誰もが分かるように、うん、文化的なアイデンティティなんですよね。そうだ、うん、だからコスプレとかなんとかなんとかっていうねこととは全然違うんですよ、うんうんうん、そういうこともですね、わきまえないね、うん、この杉田さんの発言というのはね、はっきりアイヌ民族全体、うん、それからね、韓国の人々、北朝鮮の人々、うんうん、これをね、みんなですね、まあ、バカにしていると、うん、しか言いようがないんですよ。そうですね、うん、ね、そういうね杉田さん、これ全然ね発言を取り消さなかったんですよね、うん、なんか固くなり取り消さなかった、うん、そうなんですよ、うん、ね、じゃあなんでね取り消さなかったかというとですね、はい、これ杉田さんというのはですね、この人はね、兵庫県の神戸市の出身なんですけども、うんうんうん、この人はねまあ、何回かね紹介したんですけども、はい、鳥取大学の農学部を卒業してですね、うん、積水ハウス関連に、ね、就職するんですよ、はい、それからね西宮市役所に転職するということなんですよ、うん、そしてね2010年にですね、この維新の会にですね、入って、はい、そして2012年のこの総選挙に立候補するんですよ、うん、そしてそこでですね、まあ小選挙区では負けるんだけども、この比例近畿ブロックでですね、比例復活して、国会議員になるんですよ、うん。ところがその後2014年にですね、落選するんですよね。うんうんうん、そしてね、この落選した後ですね、この議員を落選中ですね、はい、このね、ネットの番組に出演するとかね、うん、まあ、それからまあ本を書くとかですね、そういうことをやっていたんだけども、うんうん、この慰安婦問題ですね、はい、
慰安婦問題についてですね、まあ、はっきり言って、まあね、同様の団体であるとかですね、いろいろとこう連携してね、国際連合のですね、国際連合のジュネーブ事務局で開かれていた国連人権委員会っていうのがあってですね、それの、ね、小委員会の女子差別撤廃委員会っていうのがあるんですよ。そこにね、出席してですね、そしていろいろとですね、スピーチをやるんですよ。なんかどう考えてもむちゃくちゃなスピーチにしかならなそうな。むちゃくちゃなスピーチ。でこれね、一番ね、問題になってるスピーチというのは、はい、クマラスワミ報告っていうのがあるんですよね。クマラスワミ報告。うん、これね、クマラスワミっていうのはですね、はい、これはね、スリランカ出身のですね、これニューヨーク大学の教授なんですけども、女性がいるんですね、ラディカ・クマラスワミさんという人なんですけども、まあ、この人はね、非常にこうなんていうかな、菜園でですね、このコロンボ、スリランカのコロンボ出身なんだけども、はい、このエール大学で学士号を取ってですね、コロンビア大学でホーム博士号を取ったりですね、菜園やん、菜園なんですよ、菜園中の菜園なんですよ。それからハーバード大学で修士号とかね、そして、ニューヨーク大学の法学部教授である現在ですね、そしてね、国連のですね、事務次長としてですね、女性の人権のための活動もしていたんですよ。まあ、そういうわけでね、このクマラスワミさんがですね、このね、ある報告を任せられるんですよ。その報告というのは、女性に対する暴力とその原因および結果に関する報告書、これをまとめるようにですね、国連から委託されるんですよ。そしてね、世界中のですね、この女性に対する暴力ですね、それをね、どういうことがあったのかという報告書をまとめるんですよ。そしてね、その中で、いろんなね、この女性に対する暴力があるんだけども、この日本のですね、この戦時中のこの慰安婦問題ですね、従軍慰安婦問題、その報告書もですね、付属文書としてまとめ上げるんですよ。はい、でこれがね、非常にね、なんていうかな、この従軍慰安婦問題については、一つの大きい根拠になっているんですよ。これね、どういうことかと言いますとですね、はい、このクマラスワミさんがですね、いろいろね、その韓国に行ったりですね、北朝鮮に行ったりですね、それから日本でもですね、実際にこの慰安婦をされていたですね、していた人々にインタビューをしてですね、そしてリポートをまとめるんですよ。そしてそういう事実はありましたと、というですね、リポートをまとめるんですよ。まあ、そのリポートがあってですね、これが大きいですね、慰安婦問題の根拠になっているわけなんですけども、ただですね、その中に、若干事実と違うところが含まれていることはあるんですよ。なるほど。これ一番問題になったのはね、吉田誠二さんという人がいてですね。はい、ありましたね。この人、まあ、吉田証言ということでね、有名なんだけども、これどういうことかというとね、この韓国のね、チェジュ島っていう島があってですね、この吉田誠二さんが、この軍の依頼でですね、そこに行って、そして慰安婦をですね、借り集めたというようなことをですね、喋ったわけなんですよ、証言したわけなんですよ。ところが、それはね、全くの嘘だったということが、分かったんですよ、後日ね。ということで、それを報道したですね、朝日新聞ですね、それを報道した朝日新聞は、2014年にですね、実はこの吉田証言は虚偽だったと、吉田誠二さんという人はね、沢氏、つまり話を偽る人というふうに、ね、呼ばれているんだけども、なぜかね、そういうことを自分で嘘をついて、そして喋っちゃうという人だったんですよね。なるほど。ということでね、この吉田証言の記事は虚偽だったということで、過去の記事19本の取り消し、
僕は訂正をやって謝罪したんですよ。ね、これ朝日新聞だけじゃなくて、読売も産経も毎日も全ての新聞がこれをね 当時ですね、報道しているんですよ。だけど、朝日新聞だけがですね、非常に責められて、そして、この記事の 取り消しとかね、訂正とか、それをね、正直にやったんですよ。で、そし他たらはなぜね、か朝日新聞だけが叩かれたっていう、なんかわけがわからん話ですね。他の新聞はね、そういうね、取り消しとかそういうことやってないんですよ。ね、まあ、それはね、新聞の問題なんですけども、こういうね、しかしこの 吉田誠二さんのこの証言が、クマラスワミ報告に入っているので、このクマラスワミリポート自体がですね、非常に疑わしいんじゃないかというふうにね、見全ら部れちゃったわけなんですよ。が？なるほど。ね。だけどね、とにかく、これね、クマラスワミさんは、その後ね、共同通信とか、それから読売とか朝日とかですね、いろいろインタビューを受けたんだけども、これね、報告自体は取り下げませんと。なぜかといえば、吉田証言というのはごく一部ですと。だけど、自分たちがこの報告を書いたのはですね、実際のこの慰安婦になったですね、人たち、これはもう十数人ね、いるわけですけども、韓国、北朝鮮、日本、そこで行って実際に、この証言を取ったことですと。ということで、これはもう間違いありませんということでね、取り下げなかったんですよ。それで、このね、この日本のね、このまあなんていうかな、安倍さん界隈ですね、安倍さんとか自民党、この右翼界隈にとってはですね、この吉田証言、これをですね、まあ、取り消した朝日新聞を、まあ叩きに叩いたと。ね、そう、記憶にあそりまの、す。で、その後ですね、なんといってもこの国連のクマラスワミ報告、これが邪魔だったんですよ。これもまあ全部嘘だと言いたいと。言いたいと。ね、ところが、クマラスワミさんに言わせると、そうではない。もう吉田証言というのはごく一部であると。確かにこのリポートの中のたった2行なんですよ。おい、2行だけ見て、国連のレポート他全部間違いだ、それ言い過ぎだわ。そうなんですよね。そして、このね、クマラスワミ報告、非常に邪魔になったんで、そこでこの杉田水脈さん、が一員になってですね、あるいは中心になって国連に乗り込んでですね、実際のこの小委員会に出て、そしてこのクマラスワミ報告を取り消せというスピーチを行ったんですよ、杉田さんがね。これが2016年なんですよ。喧嘩売りに行ったわけや。喧嘩を売ったんですね。そしてその時にいろいろと騒動が起きてでそすら起ね、きるよ。そしてこの時に、この杉田さんがですね、会合にこうしてね、出席しようとしたらですね、いろいろと、チマチョゴリを着た人であるとか、アイヌ民族の衣装を着た人であるとか、まあ、そういう人たちがたくさん出ていたと。ということですね。そして、そういうスピーチをですね、しようとしていた、あるいはしたですね、杉田さんに対してですね、それは違うんじゃないかということを批判がいっぱい出たと。その時に、杉田さんが、いや、そういうことはあったんで、いやあ、あんなコスプレおばさんたちに囲まれて私はひどい目に遭いました。ひど存い。在だけでも恥ずかしぶ、はず、ね、恥ずべき存在です。というようなことを、この自分のね、ブログに書いたと。そしてそれがもうとんでもない問題になっていると。自分といでう。鬱に挑発しといて、で、なんかさらにブログでも侮辱するっていう順番か。そういうことですね。だからまずこのクマラスワミ報告をね、これをまず取り消せということでようやく乗り込んだんだけども、まあしかしね、クマラスワミさんはこれ自分がね、証言を取ったことだから、これは取り消すことはできませんということなんですね。そして、仕方ないんでっていうか、杉田さんは実際そのことに乗り込んでですね、取り消せとやったと。ということで、まあ、とにかくひどいことをやったんだけども、
このネトウヨ界隈っていうかね、うんうん。安倍さん界隈では、非常に話題になったわけですよ。ね。ああ、なかなか素晴らしい活動をする人だな、あれは。ね。安倍さんなんかね、素晴らしい活動をする人じゃありませんか。ああ、いや、ぜでひとも、も、ね。自由民主党から出ていただきたい。とかなんとかですね。そういうことを考えたと思うんですけども、まず一番最初に目をつけたのはね、どうも桜井よしこさんなんですよ。あの人か。とにかく桜井よしこさんがですね、ああいう杉田さんという人は本当に素晴らしい人です。安倍さん、ああいう人を自民党から出さなければいけませんね、とかなんとかですね、言ったと思うんですよね。そして安倍さんがですね、いや、おっしゃる通りです。杉田さん、本当に素晴らしい人だと私は思います。ぜひ自民党から出てもらおうじゃありませんか、みたいなですなんね。で神戸の出身の人が山口県の比例に怨念、意味がわからそういうことなんですよね。そしてね、そこで登場するのはね、さらに登場するのは、バーベキュー萩生田光一というね、人なんですよおお、ね。萩生田まで関連してくる。そうそう。萩生田さんがとにかく、まあ、安倍さんのね、言命を受けたかどうか、これはよくわからないんだけども、杉田さんを一生懸命になって誘ったと。誘いしたと。そして、桜井さんの説得もあり、自民党から出るようになったと。そしてね、山口県とは何の関連もないのに、自民党山口県連に所属してですね、そして、中国比例ですね、から、出て、選挙の何の苦労もなくですね、当選を重ねていると。そういうような状況なんですよ。まあ、だから言ってみたら、そのヘイトをすることによってカルト的な人気を誇っていたと。で、なんだけど、でもそれを撤回したわけですよね、この人は。何が起きたんだ、これは。それは要するにね、岸田さんがとにかく、この国会を乗り切るためには、もうとにかくどうしようもないと。まずね、3人ね、閣僚がですそうですね、ね。追い込められて、辞任、首を切ってますので、で、次はね、このもう一人の閣僚とですね、それからこの杉田さんですね、ここに野党のです追ね、及が。ターゲット、照準はね、合っているわけなんですよ。まあ、秋葉復興担当大臣と杉田水脈総務政務官、この2人。そういうことまあ、ですね。確かにそりゃそうだわ。この2人ひどいもん。でそうもなんでなんすよか、ね。新キャラでなんかいろいろ自民党で悪さしてる人たちも出てきたけど、でもまあ、閣僚という意味ではこの人たちですよね。そうなんですよね。そして杉田さんはね、まあ、一応政務官なんだけども、とにかくすごい目立っているんでですね、とにかくまあ、照準になっているわけなんですよね。なるほどまあ、な。そういうことでね、この立憲民主党のね、この下村彩香さんですね、この人がね、11月30日の参議院予算委員会でですね、この杉田さんのこのブログを紹介してですね、まあ、しかしその紹介するにもですね、あまりにひどい内容なので、パネルにできず、紙の資料でお配りしていますというようなね、ことでですね、目の前に敵がいる、大量の左翼軍団ですっていうね、まあ、そんなもん言うのも、もうなんね、ていうか恥ずかしいわ。そうですよ、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますっていうね、我々ね、批判するために仕方なく読み上げてますけど、ひどい文章ですよ、これは。いやー、ひどいですね、もう本当にひどいですよ、これね、そしてね、まあ、さっき言ったように、この岸田政権のですね、岸田内閣の支持率がとにかく下がっているんでですね、どうしようもなくなって、過ぎたこれをちょっと取り消せということになったわけなんですもうよこれ以上いね。らんこと言って俺の迷惑かけんなと。そういうことなんですよ。だけどもね、これ、塩村さんがですね、紹介したようにですね、この杉田さんの、この、ひどい発言、つまり非常識な発言というのは、もう枚挙のいとまがないんですよね。これ LGBT に関するね、発言でもですね、これ2015年7月2日ですね、これはチャンネルさくらっていうね、
まさにね、ネトウヨのね、ネット番組なんだけどありまも、すね、はい。で、なんてね、言ったかというとですね、笑いながら発言したのが、同性愛の子供は、普通に、正常に恋愛できる子供に比べて、自ら命を絶つ率が6倍高いんですよ。よね。ちょっともう批判するために読んでるけど、内容がひどすぎる。そうなんですよね。何なんだそれは。生産性がない同性愛の人たちに皆さんの税金を使って支援をする、どこにそういう大義名分があるんですかっていうですね、というようなことを言ったりですね、黒黒する。LGBT の人々についてですね、生産性のあるものとないものを同列に扱うには無理があります、これも差別ではなくて区別です、というようなことですね。何言ってるかよくわかんないですけどね。もうちょっともうなんなんだ。LGBT についてはひどいんですよね。いやもう統一、君は統一教会なのかいっていうぐらい攻撃してますね。統一教会と全く同じなんで同すじよことですよ。ね。統一教会と全く同じことですよ、それ。そうなんですよ。LGBT のために税金を使うことに賛同を得られるでしょうか。彼ら、彼女らは子供を作らない。つまり生産性がないんです。ね。まあ、有名だった生産性発言ですよね。もうあの人権蹂躙雑誌を運営している週刊新潮、新潮45、ね、あの配下に追いやるインパクトがあったわけですけど、それは。そうなんですよね。そういうことなんですよ。まあ、それからね、これも非常に問題になって、そしてね、この東京高裁でね、この杉田さんに対してですね、これ賠償命令が伊出藤た詩織ね。さんの件ですね。伊藤詩織さんの件なんですけどもね。まあ、伊藤詩織さんがね、とにかく、乱暴されたということで、まあ、性暴力ですよね。TBS のですね、元のワシントン支局長をやっていた山口紀之さんですね。まあ、これに乱暴されたということで、そしてね、それをですね、この伊藤さんがね、自分のその本名、実名も出してですね、非常に勇気のあるね、告発をしたということについてね、中傷するツイートがもうたくさん出たわけなんですよいね。やもう中傷つまなんかむちゃくちゃだったよ。それに対してこう杉田さんがですね、このそういうね、中傷ツイートに対して、いいねを押しまくったわけですよ。いいね、いいね、いいね、いいねっていうね、ことでね、押しまくったわけですよ。ひどい話やったな、あれも。ひどい話なんですよね。で、それに対してね、これはあまりにひどいんじゃないかということで、伊藤さんがね、これは損害賠償請求をしてですね、そしてそれが認められたということなんですよ。ね。それからね、これはね、選択的夫婦別姓に対するヤジというのもあってですね、これは2020年にね、国民民主党の玉木さんがね、国会の代表質問でですね、速やかに選択的夫婦別姓を実現させるべきだというふうにね、述べたときにですね、ヤジを飛ばしてですね、それなら結婚しなくていいっていうですね、ヤジを飛ばしたというね、ことがあるんですよそね。のもうやじも悪意に満ちてるけど、なんかアホやな、そのやじの飛ばし方も。なんかちょっと知性を感じないというか。はあ。知性がないんですよね。まあ、そしてね、この女性の暴力とかね、それから性犯罪ね、まあ、伊藤さんが受けたようなですね、そういうことに関してですね、なんていうふうにですね、国会で発言したかというとね、女性はいくらでも嘘をつけますからっていうね、ことをね、言ったというですね、驚くべき発言もあるわけなんですよね。しかもそれが嘘だったっていう、お前が嘘ついてんじゃねえかっていうオチなんですけどね、それ。まあ、要するにこういうね、非常にね、みんなびっくりするようなね、まあ、清水さんもね、非常にびっくり、ね、している感じなんだけども、もうそういう何回ね、聞いてももうびっくりっていうか、もう吐き気が、衝撃度がやばい。まあ、それがね、まあ、ごく普通だと思うんですよね。でね、ここでね、一つね、振り返ればですよ、岸田さんという人間ですね、岸田さんという人を考えてみたいんだけどもね、これね、杉田水脈さんという人はですね、はっきり言えば、
完全にですね、安倍さんの時代のこの負の遺産ですよ、この人はね。それをね、岸田さんがね、ずっと抱え込んでいるわけなんですよ。そうですね。ね。通常ならばですね、こういう負の遺産をですね、なくしていこうということを考えるわけなんですよ。ね。ああ。これがまあ常識人だと思うんだけども、そしてね、まあまともな政治家であれば、そういう強い意志、情熱を持ってですね、それはもうすぐにね、人事をやるわけなんですよ。だけど岸田さんはね、それを全く持ってないということがね、これはっきりわかるわけなんですよ。ね。で今ね、まさにね、時代の変わり目にあってですね、例えば、杉田水脈さんのような完全な国会議員失格人間、あるいは常識人失格人間、こういうね、安倍さんのね、負の遺産ですね、こういうことについてですね、今、日本社会というのは、正常の感覚をね、取り戻しつつあるわけなんですよ。なので、非常にね、杉田さんに対して、大変大きい批判が湧き起こっているわけなんですよね。そしてね、岸田さんという人は、その批判がですね、あまりにも大きくて強いんでですね、ああ、そんなにも批判が強いのか、じゃあダメかなとかですね、これでは政権は持たないかなとかですね、そう思う程度なんですよ。そういう問題じゃなくて、もっと根本的な話でしょ、これは。根本的な話でしょ。だから清水さんが今ね、こう驚くね、こうね、呆れ果てるじゃないですか。これがね、普通の常識人であり、それこそが今一番重要なことだと思うんですよ。何、じゃあ岸田さんはこれに対して、へえ、こんなこと言ってんだ、あ、批判されてるんだ、ふーん、じゃあダメだね、謝っといて、いや、そういうレベルってこと。そのレベルなんですよ。だからクビにしないと。そう、終わっとんな、おい。つまり清水さんとかと僕とかね、それが、まあ首相っていうかね、任命権者であればですよ、そりゃお前いくらなんでもダメだろうと、ね、もう一回よく考えなさいということで、ちょっと明日からも来なくていいということになるわけですよ。まあ、っていうか、内閣に入れないけど、そもそも入れないですよね。入れないけど、まあ、そういうことですよね。そう。だけど、とにかく、これほどの批判が集まっているにかかわらず、こんな批判が集まるもんなのか、じゃあダメかなとか、いや、そういう、そういうことしか考えてないっていうね、驚くべき人なんですよ。岸田さんって外務大臣やっていろんなとこ行っていろんな国見てきたんでしょ。だったら、LGBT に対するこの発言は、いや、そうなんですよ、全然ダメよこれ。いや、僕が思うにね、岸田さんってね、自分の頭で一生懸命考えたことないんじゃないかなってっていうね。ああ、みこしは軽い方がいいな、みこしは軽い方がいいな、みたいな。ね。そういうね、自分で一生懸命考えた人じゃないと、こういうね、どうしてダメなのかっていうね、そういうところまで思いつかない、というね、ことがあると思うんですよ。なので、ね、今、杉田さんについてはですね、いまだにですよ、適材適所です。とか言ってるわけですよ。適材適所っていうのを辞書で引いてからもう一回出直してこいって感じですね。そうなんですよ。つまり適材適所ってね、辞書を引くまでもなく普通は分かると思うんですよ、ね、分かるでしょ、それぐらいは。意味分かるだろ、それぐらいは、ね。つまり岸田さんにとっては、まず何と言ってもですね、第一に政権を維持しさえすればいいと、そういうね、価値観、感覚があるわけなんですよ。ね、今、支持率がガンガン下がっているんだけども、とにかくね、なんとか一回は解散総選挙を打って、それなりの岸田内閣の名前を残せばいいと。それぐらいしか考えてないんじゃないか。ね。なるほど。なので、とりあえずね、麻生さんを後ろ盾にしてですよ、茂木さんね、もう一つの派閥の茂木さんを幹事長に据えてですね、そして主流派体制を作っていると、その上でさらにですね、今、反主流派のね、この菅さんですね、菅義偉さん、まあ、どうもこの人はね、どうもうるさそうだということで、なんとかパイプをつないでですね、行きたいということを考えて。そしてさらにですね、バーベキュー萩生田をですね、これね、完全には切らないでですね、このバーベキューね、
統一教会の、ね、方々とね、食いまくった萩原さんね。ねえ、で、そんで、ハン・ハクチャと文鮮明の写真に蹴る、神の国を作りましょうとかって言ってた人でしょ？で、そういう人をですよ、完全には切らないで、とりあえず政調会長というですね、要職を与えて、そしてこのバーベキュー萩生田に安倍派を抑えてもらうと。そして、このさらに支持率がですね、下がり続けて、ね、このバーベキューではどうも安倍派を抑えられなくなってきたと。ということであれば、前からつながりのある枝野、野田、泉、ね、そことつないであるね、立憲民主党とのパイプを生かして、立憲民主党、それから維新、ね、それから公明、この大連立構想で、安倍派解散を狙っていくと。ね。まあ、せいぜいそのぐらいしかね、志のない政略ですね。これしか頭に思い描けないというですね、こういう状態なんですよね。なるほどまな。あ、そういうことなんですよ。なのでね、これ杉田水脈さんのね、そういう問題もあるんですけどもね、今のところですね、今一番最もね、緊急の課題である、統一教会の被害者ですね、これの救済法案ですね、これもうギリギリのところに来てますけども、とにかくね、まあ、最終的には、このバーベキュー萩生田であるとか、それから統一教会をギリギリまでは追い詰めない程度のものを考えて、そして、この国会答弁なんかで、立憲民主党とのパイプも切らないで、なんとかつないでおこうというですね、あちこち玉虫色作戦を展開していると。ダメな八という方の美が人現戦状。略や。というのは現状なんだと思うんですよね。なるこほれどな。ね、これ前の動画でもね、説明したんだけども、これ統一教会のですよ、この被害者を救済するね、新しい法案ですね。これは一応ね、まあ、閣法ということで、まあ、内閣から出す法案ということでね、この概要はね、分かっているわけなんですけども、これについてね、一応ね、今ね、与野党の間でね、ギリギリの話し合いね、そうですあるんでね。すけども、だいぶやっ溝ぱりがありまね、すけど。そう、溝がね、埋まらないということなんですよ。これね、日テレのね、記事がありますけどもね、まあ、野党側はね、法案にはまだ不十分な点が、としてね、修正するよう強く求めたということですね。で、立憲民主党の安住国対委員長は、いわば宗教団体にとっては都合はいいけども、被害者や弁護団にとっては全く役に立たないような、法律の肝心な部分というのは、実は全く歩み寄れていませんから、というね、ことを言ってるということなんですよね。これどういうことかというとね、これこの前の動画でも説明したんですけども、これ弁護士 .com のね、この記事で書いてあるんですけども、これね、弁護士連絡会ですね。これはね、この被害者ですね。被害者の相談にね、ずっとこう応じてきてですね、そういうね、弁護士さんたちがね、集まっているですね、全国霊感商法対策弁護士連絡会ですね。まあ、この弁護士さんたちがですね、まあ、はっきり言って、まあ、いろいろとこの法案についてですね、検討しているわけなんですよ。検討しているんだけども、これも全然ダメだと。ダメ出しですね。これではちょっと使えないということを言ってるんですよね。まずね、この前も紹介したんですけども、これ、マインドコントロール状態ね、そこでお金を出しちゃったということですね。まあ、そういうことについて、この法案ではですね、いや、そういう状態にね、落とし込んで、そして、この不当な勧誘行為ですね、そういうことをしてはいけませんよと、そういうね、配慮をする義務がありますよと、ということをね、この法案では言ってるんだけども、この配慮義務なんかね、言ったってですね、例えばこれ裁判になってですよ、これ統一教会がね、
これお金を返しなさいと言われてですね、いや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 、それはですね、十分配慮はいたしたんですよ、というふうにね、証言したらそれで終わりなんですよ。いや、じゃあ配慮、いや、してないじゃないかって、じゃあ証明してくださいって、これ訴える側がね、証明しないとダメなんで、よっぽど、例えば踏んじばって無理やり ATM に入れたとか、もうそういうのだったらそれダメだけど、自主的に献金してましたよ、配慮しましたよっていうふうにこう言われちゃったら終わりやん。そういうことなんですよ。だからこの配慮義務なんかでね、これじゃダメなんですよ。これは明確な禁止行為にしなきゃいけないわけなんですよ。これをね、やったということは禁止ですね。ということで、禁止行為にして、まあね、そして罰則を設けないか本当はいけないんですよ。ね。で、これ配慮義務なんかにしたらね、完全にすり抜けちゃうわけですよ。すり抜けさせるね。ためにこんな法案にしたのかっていうぐらいの勢いですね。そういうことなんですよね。まあ、それが一つですよね。今問題になっているのはですね。そしてもう一つはですね、これもこの前に紹介したんですけども、これね、この、まあ、信者ですね、信者についてですね、まあ、信者を困惑させてですね、まあ、どう困惑させるかというと、まあ、あなたの先祖はね、何代も何代も何代も前まで非常に悪いことをした人たちがいますので、そういう人たちをね、助けるためには、お金をこれだけね、積んでくださいとかね、そういうことが必要不可欠なんですよと。というふうに言った場合に、これはね、まずいですよということになってるんだけども、これ、必要不可欠ですね。必要不可欠という言葉がですね、まあ、まあ、必要だということなんですよね。だから、こんな言葉ね、あろうがなかろうが、そういうことをですね、言って、そして、この信者をね、困惑させたらですね、それはもうその時点でアウトなんですよ。いや、なんなんだね。これはっていう感じですよね。そうなんですよ。なので、これもね、単純に禁止するしかないんですよ。ね、これは要するに、なんていうかな、まあ、宗教っていうのはそういう面があるじゃないですか。これはね、まさにこのプロテスタント、キリスト教で言ったらね、プロテスタントもですね、まさに宗教改革の時にね、問題になったんだけどもね、この旧カトリックですね、カソリックの免場合罪はで符。すね、そう、免罪符ですね、これをね、いくらで買ってくださいと。それはね、この教会にとってもね、ものすごい大きい、なんていうかな、まあ、収入源になったわけですよね。まあ、そういうようなことで、まあ、困惑させて、そしてそれを買ってもらったりですね、そして寄付、高額な寄付を募るということですよね。で、そういうことについて、まあ、統一教会の場合はですね、非常に困惑させることを言うわけですよ。そして、まあ、そういうふうなね、献金が必要不可欠というですね、そういう言葉を使っちゃいけませんよということなんだけども、もうこれは明確にですね、そんな言葉どうのこうのじゃなくて、こういうことは禁止だよということを言わなきゃ、ね、だっ裁て判やってで、ること自体がダメなんでしょ？そういうそこれなとのですよにね。必要不可欠なんですよ。いや、あなたのね、悪いこと起きてるのは、先祖に悪いことしたことがあるから、それをね、自分の人生良くしたり、先祖を何とかするためには、この壺を買うのが必要不可欠って言ったらダメで、言わずに買ってもらったら OK って、なんやそれっていう感じですよ。ことなんですよね。だからこれはね、まあ、相談に乗ったりですね、それから実際のね、この裁判を経験しているね、この弁護士の方々、その集まりである弁護士連絡会ですね、まあ、こういう人たちから見たら、これじゃあ救済できませんよいや、とそりゃそうだいよ。うことになるわけですよ。これはね、非常に問題なんですよね。で、今ね、これでね、まあ、なんていうかな、もう最終的な段階にまで来てるわけなんですよね。こんなわけわからんので決まりそうになってるってことですよね。そうなんですよ。これはね、だからさっき言ったようにですね、岸田さんという人がですね、あちこちに、なんていうかな、まあ、うまく、話を収めたいというようなことをね、考えているわけなんですよ。だからとにかくね、岸田さんとすればね、とにかく解散カードをちらつかせてですね、そして、この教会、統一教会とべったりの、この安倍派ですね、
これをなんとかですね、説得したいと、ね、うん、そしてあとこの創価学会ですね、うん、これ創価学会もね、まあ、ある意味この困っちゃうわけですよね、うんうん、まあ、この創価学会もね、非常にこう証言というのはいろいろ出てきてますのでね、うん、何千万も取られたとかですね、うんうんうん、そういう証言も出てきてるわけですよ、うんうん、すると公明党はね困っちゃうわけですよね、与党もね、うんうんうん、そういう安倍派とか公明党をとにかく牽制しながらやっているんだと、うん、岸田さんにすればね、まあ、そういうふうなことを言いたいわけですよ、うんね、だけどもね、とにかくそれじゃあね役に立たないわけなんですよ、うんうん、ね、そしてそれをね、まあ、説得するということもあれなんだけども、うん、こういうことはとにかくねもうやるんだという強い意志が必要なんですよね、うんうん、で、問題はですね立憲民主党なんですよね、うん、立憲民主党がこれにどう対応するのかという問題がまずね一つあるわけなんですよね、こんなんで認めちゃダメでしょ、ダメなんですよね、うんうん、ダメなんですよ、うん、だとりあえずね今ね認めないということで、うん、まあ、頑張っているわけなんですけどもね、うん、まあ、それが最終的にどうなるか、うん、これはちょっと見ものといえば見ものではあるんですよ、はい、うん、つまりこのね今言ったようにこの岸田さんというのはとにかくあっちこっちの顔を立てて創価学会を守り、うん、統一教会を守りですね、うん、そして、被害者救済そのものははっきり言ってほとんど考えてないと、うん、というね状態なんですよね、うんうん、まあ、これはねもう本当にひどい状態でですね、うん、でこれもね前に何度も言ったんだけども、うん、この統一教会というのははっきり言って反社会的団体なんですよ、うん、で反社会的団体というのはこれもはっきり言って日本社会に存在してはいけないものなんですよ、うん、ね、まあ、どれだけのね被害国民が出ているのかですね、年間数百億円の金が吸い上げられているわけですよ、はい、そしてね、二世信者ですね、まあ、はっきり言ってこれ集団子供いじめですよ、うん、これね、そういうね、問題、うん、そういう悲劇がたくさん起こっている、うん、ね、そしてその救済再発防止を考えるのが本来の政治家の仕事なんだけども、うんうん、岸田さんはどうもそれはね考えてない、うん、むしろ考えているのは、統一教会救済、創価学会救済、うん、立憲民主党救済、そういうねあっちこっちあちこち救済、うん、被害国民はまあ、それはそれでなんとかやってくださいと、おまけですと、自分の内閣続けることが一番ですと、そういうことなんですよ、まあ、でもそういうのだから支持率下がってんだって気づけよなっていう、ね、そういうことなんですよもろそういうことなんですよね、うん、このことは、まあ、一番最初に言ったように、うん、この杉田水脈さんというね、うん、まさに安倍時代の完全な負の遺産、うん、これについても言えるわけなんですよ、うん、本来杉田さんという人は国会にいてはいけない人間なんですよ、うんうんうん、国会というのはね、良識の府でありですね、うん、ちまちほりや愛の民族服を着たコスプレおばさんとかですね、そんな言葉を発するような人間がいてはいけないということは、これは子供でもわかる常識なんですよ。いやもうピー、はい、レッドカード退場っていう、ね。そういうことなんですよ、うんうんうん、ね。でね、常識というのは非常に大事なものなんですよ。うんうんうん、ね、つまりその社会を形作って、うん、形作ってですね、うん、そして社会を維持していくためになくてはならない知恵でありですね、うん、意識であり、うん、スタンダード基準なんですよ、うんね、例えば統一教会のねやってきたことですね、うん、これは常識で考えて、うん、日本社会とは相入れないんですよ、うん、霊感ね、霊感商法、壺1個1000万円、うん、ね、聖書一冊3000万円、一月万冊の本より高いよ、ね、ありえない、1000倍だよ、ね、そして高額献金ね、うん、これね1億円以上ですよ、うん、ね、そして合同結婚式、うん、これね我々の社会常識で考えられますかね、つまり、うん、若いね男女を集めてその場でね、うん、あなたとあなたあなたとあなたみたいなね、うんうん、これはね
日本社会がもう成り立たないんですよ、これはね。うん、合同結婚式って、だって、合同お見合い式と違ってね、うん、あのいい人いるかなって探すんじゃなくって、神様が決めました、はい、この人と結婚してて、その場で決めるっていうやつですからね。そういうことなんですよね。うん、つまりね、これはね、日本社会を壊す、うん、つまり日本の常識とは相入れないものなんで、うんうん、日本社会を壊す、うん、なのでこれは反社会的団体であることは、うん、これは明確なんですよ、うん、ね。同じようにですよ、この民族問題についてはですね、これね、多様な価値観を持たなければいけない、うんうん、ね。いわゆる大和民族とアイヌ民族ってのは一応民族としては別なんだと、うんうん、だけど日本にずっと両方存在し続けていて、うんうん、これ日本国籍とは別にですね、うん、そのお互いの存在っていうのはやっぱり尊重し合わなければいけないという、ね、いや当然ね、認識もこれも常識なんですよ、うん、ね。それから隣の国の民族衣装についてですよ、最大限の尊敬を払わなければいけないということも常識なんですよ、うん、そりゃ当然や、ね、逆のことをされたら嫌やろ。そういうことなんですよね。うん、ね。そういう常識をわきまえない人間というのは、これは反社会的人間と言われても仕方ないんですよ、うんうん。ね。そういう反社会的人間が国会議員をやっているということが、うん、安倍さんの時代の最大の負の遺産なんですよ。そうですね。ね、うん、そしてね、それに対してですよ、それについて、うん、それほど大きいね、重い問題意識を感じないで、適材適所とか言ってですね、なんと政務官までやらせていると。それを続けている。これが岸田さんという人間なんですよ。って意味わからんよな。これはおかしいと僕は思うんですよ。どう考えてもね。うん。そして、さらに言えば、そういう首相とね、大連立を組もうというね、うん、話に乗っかってですね、そしてこの反社会的政権だったこの安倍政権、うん、その中心のね、安倍前首相、うん、ね、これについてですよ、歯の浮くような軽薄な追悼演説をやったのが野田前総理なんですよ、うんうん、そして、ね、うん、そしてこの野田前総理、ですね、それとともにこのまさにその岸田さんですね、それと一緒にね、大連立政権をやりましょうなんて話を進めているのが、うん、枝野さんであり、泉さんであり、岡田さんでありですね、うん、安住さんでありですね、うん、野田さんなんですよ、うん、これおかしいでしょ、これ、うん、意味がわからない。全くね、岸田内閣ですね、内閣支持率がどんどん下落してますけども、うん、立憲民主党もね、ずっと横ばいなんだけども、支持者がね、うん、上がんないよ、全然上がんないどころか、うん、この問題ね、どんどんね、明らかになっていってですよ、うん、ね、この問題言ってるのはね、今、ひとつき満札とね、うん、まあ、その前に鮫島タイムズね、鮫、うん、島さんが、ね、ずっと言ってますけども、うん、これね、どんどん広がれば、うん、立憲民主党もどんどん支持率が下がってですよ、うん、これね、消えてなくなっちゃいますよ、これね、うん、ありえんね、こういうような状態なんですよ、ね、いや、枝野はさあ、もう小池栄子に排除しますとかって言われた時にふざけんなーっていうふうに言って立ったわけじゃないですか、うん、あの時はね、勢いがあったけど、結局なんかダメになってきたら、あ、なんかとりあえず議員続けたいな、どうしようかな、あ、消費税増税反対って言ったのは間違いでした、ごめんなさいとかっていう風に言ったり、野田さんがリップサービスをうんうんっていう風にやったりとか、なんかそんな風にやって、信念がないからね、そういうことなんです、知事人気が来ないわけであって、そういうことなんです。岸田さんも一緒よ、信念がなくて、ああ創価学会気にして、ああ統一教会気にして、ああ安倍派気にして、ああどうしようどうしようってやってるからダメなんであって、一本筋通してくれよっていう、そうだからね、その一本筋を通すという意味でね、うんうん、これはね、枝野さんとかですね、この立憲民主党ね、うん、とにかくそれとこの岸田さんですね、うんうん、非常に共通している一本の筋というのは、うん、バックに財務省がいるということなんですよ、うん、そうですね、まあ、そこは通ってるというか、ね、
まあ、筋を通ってるというかね、これ要するにバックに財務省がいるというね、要大きいは、部分があっ合致してて、ると。そう。そして枝野さんが、消費税減税と言って、総選挙に、臨んだのは間違いだったっていうね、ことを言ってるわけなんですよ。つまり、バックに財務省がいて、岸田さんを操り人形のように動かしている。あるいは立憲も操り人形のように動かしている。これはね、財務省がバックで操っている可能性が結構高いと思うんでなるすよほどね。な。そこのところでね、もしそういう話がね、立憲とね、岸田さんくっつくなんてことになったら、これ財務省のね、消費税増税路線がですね、非常に前面に出てくることになっちゃうわけなんですよね。まあ、これはね、いけないことだと思うんですよね。まあ、そしてね、これ安倍さん時代のね、この負の遺産ですね。これがね、もう岸田さんっての問題意識、やっぱり全然ないなと思うんですよね。いや、本それ当はにそうでね、すよ。まあ、一つにはね、この反撃能力っていうのはね、この自公の間ね、自民党と公明党の間でね、合意されましたんでね、これ反撃能力を保有するということで、戦後の安保政策の大転換ということでね、いや、これ。これ TBS の、ね、記事でもありますけどもね、これ反撃能力ね、これね、まあ、これをね、持って、そしてこれをどう使うのかっていうですね、これまた非常にですね、問題になっていくんですよね。これ反撃能力っていう言葉なんだけども、ちょっと前までの言葉としてはですね、敵基地攻撃能力っていうそうでね、言す葉ね。なんですよね。これどういうことかというと、例えば北朝鮮でね、日本に向けてミサイルどうも発射しそうだと。燃料をね、どうも注入していると。それが見えた瞬間にね、日本からミサイルを撃って、北朝鮮を攻撃しようということなんですけども。でもね、それ、例えば北朝鮮がね、いや、これは、燃料を注入じゃなくて、いや別のものを今ね、注入していたんですよ、なんていうことを言っちゃったらですね、日本が先制攻撃をしたということで、これは国際法違反になっちゃうわけですよそうでね。しょ。だから宣戦布告なしで、あのミサイル中国とか北朝鮮からぶち込まれても文句言えない状態になっちゃう、これ。もう問題なのは、そういうことになっちゃうわけなんですよ。非常にこれ難しい問題なんですよね。非常に難しい。そしてさらに言えばですよ、敵基地攻撃能力、それから反撃能力ね。これもね、じっくり考えて出てきたような代物じゃないんですよ。思いつきはっできすり言えよ、こばんなの。ね、思いつきの一つなんですよ。というのは、イージス・アショアをですね、これやめましたよね。これイージス・アショアってのは非常にね、非現実的な、ですね、やり方なんですよ。これね、ロシアのですね、アバンガルドミサイル。超超音音速速ミミササイルイル。ですね。これ、マッハ15からマッハ20ぐらい飛んでくる。そしてね、非常にこの軌道がはっきりしてなくてですね、いろいろこう変則的に飛んでくる。これは絶対に撃ち落とすことできないんですよ。そしてね、これがなんていうかな、明らかっていうかな、世の中にいっぱいね、今出回ってますけども、出回る前に、一月万冊でね、まず一番最初に、そのかなり前に僕は指摘していそうたでんすですよ、ね。この問題はね。で、これはね、防衛省の内部では、当時からも非常にね、大きい問題になっていてですね、実はイージス・アショアではこんなの撃ち落とせないぞと。ということで、あれやっても無駄だと。4000億円から6000億円、これ、ドブに捨てるようなもんになるぞということになったんですよね。そして、河野防衛大臣の時にですね、この防衛省の中から河野さんに対して、いや、あれはもう無理ですということで、それでこれを取りやめることになったわけなんですよ。これがね、真の理由なんですよね。そしてそこで、じゃあどうすればどうするんだということになって、じゃあもうこの敵基地を叩くしかないだろうと。いうことになって出てきたのが、この敵基地、攻撃能力、反撃能力なんですよ。なので、これじっくりですね、この防衛の戦術、戦略を考えて出てきた話ではないんですよ。とにかく、
何かしなければいけないということで出てきた話なんですよ。うん、ね。というようなことなんですよね。まあ、それと同じようにですね、同じように、これテレ朝のニュースがありますけどもね、はい、バーベキュー萩生田政調会長、防衛費5年間で43兆円確保を目指す意向っていうね、これ5年度5年間ですね、来年度からですね、43兆円規模の確保を目指すと。ということで、まあこれはね、8兆6千億1年間で。はあ。まあ、そんなようなことなんですよね。まあ、これをやるということで、これはまあ国債でやるかね、それから増税でやるか、ということがね、まあ問題になっていますけども、とにかく社会福祉であるとかですね、社会保障関係ね、まあこちらの方がね、削られることはもう間違いない。間違いないでしょうね。そうなるとね、非常にそれをね、必要としている国民がもう山ほど、山ほどっていうかね、たくさんいるわけなんだけども、そういうね、国民のことなんか何も考えてない。ね。で、こういうね、防衛費5年間で43兆円確保とか、そういう勇ましいことばっかり言ってるけども、その前に、じゃあその外交でね、この東アジアのですね、安全保障を考える、こういう話がね、全く出てこないんですよ、出てこない、ね、自民党からは、それこそ一番大事な話なんですよ、ね、これ外交というのは、ね、安倍さんみたいにね、どこその国にね、何千億円とかね、配りましたなんていう話ではなくて、そういう話ではなくてですね、この構想を立てるわけですよ、自分の地域の東アジアですね、これ全体の安全保障の構想を考えて、その実現に向けて一番大事な韓国、それから中国、こことパイプを作って、そしてずっと話し合いを詰めていく、そして信頼関係を結んでいく、そして問題の北朝鮮も、この東アジアのグループの端っこの方に、端っこの方っていうかな、遠くだけども一応そこに入れておくと。そして暴発しないようにすると。ということをですね、進めていく。そういう構想を描いて、そして仲間を作って、そして努力をしていく。これこそ本物の外交の努力であり、安全保障なんですよ。これいくらね、お金をね、5年間で43兆円ね、つぎ込んだんだ、つぎ込んだってね、北朝鮮、中国ね、これはもう、もっとすごいね、軍備をやっているわけですよ。ね。これは軍備競争をやったって勝てるわけないしね。で、そもそも、ね。これはね、勝とうと思うんだったら杉田水脈をクビにしなきゃダメですよ。なんでかっていうと、チマチョゴリとかね、めちゃくちゃ差別してるわけじゃないですか。これ明らかに挑発行為ですよね、どう考えても。 で自分で挑発しといて、上ミサイル撃ってきた、ひどい、ミサイル増やさなきゃとかって言ってる時点でアホですよ。本気で戦いたいんだったらこういう挑発はやめて一気にドンってやらなきゃダメなのに、なんかね、戦争ごっこやってんの。いやでも実際そうだと思う。単に予算、利権増やしたいだけだと思う、この人たちは。だからそれで社会保障を削るってね、消費税増税するとかね、何言ってんのっていうふうに、まあ私は思いますね。まあとりあえずだから、本気で国守りたかった杉田水脈をクビにしろよ、岸田首相と。私は今日そう思いました。まあそういうことですね。だからとにかくね、外交のね、本物の外交の努力をしなければダメなんですよ。それをまずね、真っ先にやらなきゃいけないんだけど、外務大臣をね、長いことやっていた岸田さんですね、全然そういうことをね、考えないらしいんですね、どうもね、見てるとね。これではダメだということなんですね。はい。まあ、とりあえず、枝野さんも野田さんも泉さんも、だけど、岸田さんも支持率低いのは、そういう筋が通ってない、ね、ところだからダメなんだよというところで、今日は佐藤さんのね、話をですね、聞かせていただきました。佐藤さん、今日もありがとうございますなんですけど、まあ、我々1週間ちょっと強制的にね、お休みをしたんですけど、まあ、結論から言いましょう。コロナの話、その話はですね、もうこれはちょっと厳しいなという状況になっております。で、それが、なんでなのかっていうところも含めてですね、このね、世の中の真実、1週間お休みの裏側、メディアでは話せない政府の恐ろしさっていうのをですね、
現在、これやもう YouTube ではちょっと喋れない内容になっておりますので、まあ、佐藤さん1週間停止の最中ね、本が売れないとかいろいろあったんで、寒波の代わりにこれをいただけると嬉しいなということで撮りました。YouTube では話せない、この話聞きたい人はですね、三菱 UFJ 銀行 F 長支店普通口座4569556、4569556にですね、欲しい人は、1万1000を振り込んだ上で住所、氏名、電話番号をメールアドレスにね、メールしてくださいというところで、佐藤さん本日もどうもありがとうございます。いやーね、本当はね、ちょっと再開始めなので、毎日はちょっとしばらく無理でね、2日3日っていう感じで、開ける形にはなると思うんですけど、皆さん応援してくださってね、本当にいつもありがとうございますというところで、今日も読書じゃねー。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですねクレジットカード、どちらかでもできます。一月万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。